ね、今回は2016年センターが問題を説明します。物質A を溶かした水溶液がある。この水溶液を2等分し、それぞれの水溶液中の A を硫酸酸性状況下で異なる酸化剤を用いて完全に酸化したと。 0.020 モルマリチの過敏感酸カリウム水溶液を用いると X2 と必要であり、 0.01 モルマリチのニクロム酸カリウム溶液を用いると Y2 とであったと。それであったと。X と Y の量的関係を表す X バー Y、また4と同じです。これまず、ね、半の時間かな。カマンガン酸カリウム、NO4-はマンガンの味方になるときに、これは8倍の H プラスで、で、電子を5個、消臭な。ニクロム酸イオン Cr2O72-、これは2倍の Cr3 プラス、ここ7倍の H2O で、ここは、14倍の H プラスな。この6倍の E-、全化合わせは 2-8 のプラスな。この式の意味はね、これは、このマンガン、カマンガン酸イオンは電子5個、これニクロム酸イオンは電子1辺6個だろうというな。これ S って書いてるけど、カマン 0.02×1000分の X かける、こいつは5倍やな、5倍の量かります。これ書いてな、これかけるこれな、0.01×1000分の Y か、1000分の Y かける6、これを計算してるな。でこれで計算して、Y 分の X を出していくとどうなるか、まあ、これはまあイコールな、イコールで、消えて、0.1X は 0.0Y。で、これを求めるんだから、どうして、これは、どうしたのかな、X やから 0.6Y。0.6 ということになります。